ドロシー・ギャロットは、イギリスの考古学者。旧石器時代の先駆的な仕事を通して、女性初のオックスブリッジ主任教授となった。大英帝国国、に英国学士院会員。父は、医師のアーチバルド・ギャロット教。ギャロットは、イギリスイースト・オブ・イングランド地方サフォーク州メルトンの家庭で、幾人かの女性家庭教師から学問を学んだ。1913年、 極めて稀な女学生の一人として、ケンブリッジ大学のニューナムカレッジに入学。中途家庭のままニューナムカレッジを去り、1919年に復員するまで戦時活動に身を投じた。この時までに3人の兄弟を失っていた。それから、ギャロットは父が働いていた地中海のマルタに行き、そこで地元の古代遺跡に興味を示し探索に没頭した。 父親がオックスフォードの医学の近邸教授に任命されたとき、ギャロットはオックスフォード大学附属ピットリバース博物館で人類医学の終了証書のために研究することに決め、ここでギャロットはロバート・マレットに教えを受けた。ギャロットを選手学者に促したのはこのマレットであった。そしてフランスの優れた選手学者のアンリ・ブルイユと2年間を過ごすこともできた。 ジブラルタルをすでに訪れていたブルイユは、以前ネアンデルタール人の頭蓋骨が見つかった、フォーブス採石場から350メートル先のデビルズタワー洞窟を調査するように、ギャロットに進めた。デビルズタワー洞窟は、彼の以前の探訪で、彼とウィリアム・ウィロビー・コールバーナーによって発見されていた洞窟である。ギャロットは、ブルイユの勧めで、調査のためジブラルタルに訪れ、 1920年代初期に今日ではジブラルタルにと呼ばれる重要なネアンデルタール人の頭蓋骨を発見した。1925年から1926年にギャロットはジブラルタルで発掘を行い、そして1928年に中東の南クルギスタンに遠征し、ハザルメルド洞窟とザルジ洞窟を発掘した。イギリス人が 地中海に面するハイファを中東パレスチナへの主要な拠点校として確立することを計画し、上質な石材のある戦士時代遺跡のカルメル山の重要性が唯一見出された。資源探査の予備調査では、ナトゥ夫人の遺骨だけでなく、戦士時代の芸術物も,も見つけ、これらは影響力のあるエイリロンドン新聞で紹介された。だがロンドンでは、 採算の合う採石場の発見には至らなかったと結論づけていたので、ギャロットは3つの洞窟を遺跡発掘として、さらなる調査を行うよう依願した。ギャロットは、イギリス古生物学者のドロシアベートと緊密に協力して、カルメル山のタブーン、エルワド、エスイコールスフール、宿場、ケバラの各洞窟で発掘を試み、前期旧石器、中期旧石器及び、 アキュー石器の時代系列を実証し、地域の有志以前の時代の理解に大きく貢献した。S イコールスフールとエルワドでの発掘の後、宿場洞窟が一致する、ワディイコールエイコールナトゥフの過酷にちなんで、アキュー石器時代末期の文化について、ナトゥフ文化と命名した。ギャロットによるレバント地方での発掘で確立された、年代順の枠組みは、有志以前の時代を理解するのに現在においても、 重要なものとなっている。レバント地方の洞窟の発掘調査は、地元の村から積極的に女性労働者を募集し、ケバラン文化の遺跡であるケバラ洞窟では、仲間の考古学者のフランシス・タービル・ピーターと共に、働いた。戦士時代研究のアメリカンスクールに所属するジョージと、エドナウッドベリーと共に、いくつかの学術的なポストに就いた後に、1939年に、 ケンブリッジ大学の高校学のディズニー教授職に就任。第二次世界大戦末期の婦人補助空軍として、イギリス空軍メドメナム基地の写真解析部門の責任者についた機関を除いて、ディズニー教授職を1952年まで務めた。ギャロットはケンブリッジ発の女性教授であった。ケンブリッジ大学で、 最初の女性大学教員たちが任命されたのは1921年のことで彼女たちが最初に女子学生に学位を授与したのは1926年のことであったが付随する特権、つまり大学自治への参加を伴わないものであった。1947年までケンブリッジ大学は女性たちに完全な資格を認めることがなかったのである。1952年に 英国学士院の特別会員に選ばれ、1965年には大英帝国国が与えられた。ギャロットは、考古学者が遠征することの重要性を感じ、ドロシーギャロット旅行基金のための資金を残した。ありがとうございます。